日本や北陸は天気下り坂です。ざっと強まり雷雨の恐れもあります。現在は北海道、雨が降り出しているんですが、北陸は今曇ってきたところですね。この後雨の可能性があります。今報告いただいているのは北海道で雨なんですけども、東北日本海側は晴れ、そして北陸が曇ってきたといった状況ですね。衛星画像を重ねてみますと、大きく見ると雨雲は2つの塊になっているというのが分かるかと思います。で、一つ目が今現在北海道に雨を降らせているもので、この後、北陸などにもこう雨雲としてかかってくることになりそうですが、一つが抜けた後もう一つがやってくるというような、そんな変化になりそうです。ではこの雨が降るタイミング、いつなのかというところを見ていきたいと思うんですが、雨雲2つありますけれども、だんだんと時間とともに、かかってきます。北海道はすでにかかってますけども、東北などでは夜ですね、夜の20時から21時、で特にここの辺りで黄色の、エリアが出てくるんですけども、強い雨、雷雨になる可能性があります。特に遅い時間になるほどこの雷雨の可能性高くなりますね。そして、日付が変わって明日朝までにはこの雨雲は東の海上に抜けていくというような形になりそうです。ということで、北海道や東北、北陸、日本海側の方、遅い時間帯になるほど強い雨、雷雨の可能性がありますので、早めにお帰りいただいた方がいいかなという感じですね。わかりました。今日この後にかけては大きめの傘が必須となっていきそうです。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧ください。